はい、タンタンです。続いてはヘッドウェイのこの春の新製品ですね。HN の桜シリーズ、これのスタンダードバージョンです。 HN なんで、まあ、かなりボディ小ぶりで取り回しがいい感じですね。らしい感じの音ですかね。まあヘッドウェイらしいメリハリの効いた雰囲気もあって、ボディの小ささもあるんで、こうドンと迫力のある感じとはまたちょっと違うんですけれども、まあ弾いててちょっと気持ちいい感じの音色ですかね。で、まあ桜っていう名の通り、いろいろ桜風なものが散りばめられてますけど、まあこういったポジションマークであったりとか、この辺もみんな桜の花びらがモチーフですね。あとヘッドのインレイもそうですね。でピックガードもそんな感じで、でピックガードと、ブリッジ、あと指板ですかね。この辺パープルウッドっていう非常に珍しい材料ですね。こう独特の色合い、ちょっと紫がかったっていうんでしょうかね。独特の色合いで、この楽器のと、まあ、特徴をつけてるかなと思います。で、まあ、桜という名の通り、また今度、サイドと、バックに関してはこれまさしく桜の木を使っております。まあ、かなり綺麗な楽器です。ちょっと可愛らしい雰囲気なんで、まあ、いろんな方お使いいただけると思いますけども、女性の方なんかね、ボディも小ぶりでデザインも非常に可愛らしいので、これ使ってみてもいいんじゃないかなと思います。こちらの楽器、まあ、原稿なんかも非常に、低めにセットはされておりますね。かなり弾きやすいと思います。うちも入った時に少し調整もちろんしてますんで、安心していただければと思います。それではご検討の方お待ちしております。お願いいたします。タンタンでした。